したらな、いつの間にか小さい祠ができて、神社になって、まあ神様に祀られたんな。ずれ始めてしまってな、人間たちがよ、神社にお参りするようになって、だんだんと先に直接頼み事をしてこねえようになったのさ。恐れ多いだなんだってこっちはさ、ご褒美のお酒が目当てなだけなのにな。神社の酒も三吉様のものです。だって付き合いのあった年寄り衆なんかは言ってたけどな。そっただの飲んでも盗みの耳手でめぐねえのな。手伝ってやっとった人間たちが代替わりして、代替わりして、そうしたズレがすり替わるまでになっちまってな。三吉様から三好様、呼び名が変わって祀られる神様もすり替わったの。先が一度も会ったこともね、昔昔の皇族が祀られてるってことになってな。人間も、こっただ三鬼さ祭るより、その方が、あんばいにがったんだろうな。そんたことになったら、もう、誰も、先のこと頼らねし、祭
釣りもしねえようになっちまってな。ある日ポコンと、先は神様で眠なったのさ。ただの三期に、いや、もう誰からも頼られること、恐れられることもね、誰からも忘れ去られた三期になってしまった。だあやかしの力の源は人間の恐れだったり思いだったり、そういうもんだね。忘れ去られたあやかしは消えてくしかねえと。ありゃま、話す間にすっかり左耳もきれいにしちまっただな。はあ、いつの間にか日も落ちて退屈な話に付き合わせちまって悪かったな。退屈じゃなかった、話の続きが気になるって。あんちゃんも相当な変わり者だな。茶みでな細っこいのを夜の山ん中追い出すわけにもいかねえもんな。へばな、あんちゃ、今夜はここに泊まってけな。さきは本当は星の天幕、草の布団が一番だと思う。一晩くらいは綿の布団に。あんちゃと一緒に車って寝んのもなんぜ悪くもなさそうだでな。